詮索、細かいことまで調べ求めること。同じマンションに住む香織さんは詮索好きです。エレベーターに乗り合わせた男性の正体が気になり後をつけていきました。今日もご近所付き合いのエトセトラエトセトラ。ウェディス Life is beautiful Brought to you by NTT 都市開発。尾行したら怪しいのなんのって。どんな風に？まずマンションの周りの写真を撮りまくってた。写真？そう、公園とか小学校とか中学とかも。何か調べてるのかな。決定的に怪しいのはその後、本屋に行ったんだけど、題名に犯罪とか殺人とか事件とかそういう本ばっかり10冊以上買ったの。犯罪を企んでるに違いないよ絶対。それから公園行ってベンチで本を読み出したの。今日は天気が良かったからね。未来さん能天気。すいません。熱心に読んでたと思ったらふと空を見上げて考えるの、うん、それからメモを取り始めるので、似たって笑う。笑う。そう、いいこと思いついたって感じ。あれは犯罪計画よ絶対。香織さん、香織さんが怪しいと思って見るから怪しく見えるだけなんじゃない？そんなことない。私だってまとめて本買うことあるし、公園で読んで似たってすることもあるよ。犯罪の本読んで似たってする？うん。でそれから？そこで尾行終了。あら、ブティックの店長から電話があってすぐに来てくれって。そうだったんだ。翌日も香織さんはやってきました。未来さん、未来さん、昨日もいたあの男。どこに？近所で。やっぱりカメラを持ってうろうろしてた。また尾行したの？もちろん。雑貨屋さん覗いたり、カフェで何かメモしたり。声はかけなかったの？無理無理無理、怖いよ。で電車乗りそうだったから私も駅に入ったんだけど、人がすごくて見失っちゃった。じゃあこのマンションに来たかどうかはわからないのね。間違いない、マンションの誰かを狙ってる。まさか。根拠ないでしょ今の。まさかに。香織さんの推理も根拠ないよね。犠牲者が出てからじゃ遅い。このマンションに来たのは1回だけでしょ。私たちが気がついてないだけかも。その翌日、香織さんがうちに遊びに来ている時でした。はい。返事をしてからモニターを見たら、その男の人が映ってました。3階に越してきた山田と申します。ご挨拶させていただいていいですか？ちょっと待ってください。ミラさん、やめて。言ったでしょ、引っ越しの挨拶はドアを開けさせる魔法の言葉だって。でも変なことには。なったらどうするの？香織さんだっているし。殺人鬼にかかったら女二人片付けるくらい簡単なんだって。殺人鬼って話がオーバー。出ちゃダメ。じゃあどうするの？こっちから挨拶に行くって。わかった。すいません、今料理をしてて手が離せないんです。後でこちらから伺います。私も出かけてしまうので、また明日にでもお邪魔します。じゃあ。危なかった。未来さん、私がいなかったら今頃殺されてたよ。そんな。だいたいさ、最近引っ越しなんてなかったでしょ。確かに都会は人間関係が希薄だとよく言われます。隣にどういった人が住んでいるのか知らない人も多いでしょう。なんだかサスペンスチックな展開になってきましたが、明日に続きます。マンションのエトセトラエトセトラ。ウェディス Life is beautiful第29話、詮索。脚本、坂和彦。出演、戸田奈穂、井森美幸、石井正則。音楽、横田明夫。明日の放送もお楽しみに。